これでも今台本書いたのか書いたんですけど、うん、初めのつかみを言うのは考えてますって言ったほらあなたそこ命かけてるもんね。どうしよう、ファーストエイド界ゼロゼロ、スターウォーズ的な、それともゲームの方、はい、消風会、ファーストエイド界ゼロ、はい、破傷風会、破傷風ね、はい、うん、次の新しい千円札の人ってどんな人か知ってます？新しくなんか来年なんか医療の人やったっけ、はい、そうです、あの近代日本医学の父と呼ばれている北里先生なんですね。何されたか知ってます？ちなみに、いやいや知らない。あ、ほんならトリアージ作ったぐらい。トリアージってまあまあ最近っすよ多分。トリアージ作ったのがナイチンゲールやろ。あ、ナイチンゲールかもしれないっすね。あれでもコーヒー豆の選別ですよ確か、元々の由来って。ナイチンゲールがそのあ、クミリア戦争やからか。そう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 、あ、助かる見込み順にその兵士の負傷度を分けて優先度決めてっていう、あの、はい、トリアージを考えたのは確かナイチンゲール。あ、でもやっと、うん、やったはず気が、はい、うんうん、なんか昔あの読んだよ、世界の偉人みたいなあの本で。ああ、そうかもしれないですね。ナイチンゲールまで遡るかって言ったら100年前やもんな。100年前ですね、うんうんうん、すごいな。すごいですけどね、クミリアの天使ですね。クミリアかでも、いやクミリアじゃないの、クリミアやろ。クリミアっすね、うん、なんか今もうめちゃくちゃやな自分アンデスをメキシコ言うてみたりほんま。チリは数学以外にチリもあかんやん。あかんのですよね。はいはい、すいません、破傷風ね、はい、うん、まあ今日は恐ろしい感染症である破傷風についてお話しさせていただこうと思います、はい、まず結論から申し上げます、うん、破傷風は感染症で、うん、原因となる菌はその辺の土の中どこでも潜んでます、はい、土の中とか、はいはい、でちょっとしたかすり傷からでも体内に侵入してきます、うん、そして我が国日本においてこの感染症による年間約100名ぐらいが感染されるそうです、うん、現代でも。そうそうそう、感染っていうより発症後ですね。ああ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 、そうかそうか、はい、そのうち残念ながら多い年で9名ほどの尊い命が失われてます。うーん、まあ、発症に至って、9名ぐらいの方が年間亡くなられていると。多い時でマダニで、マダニで死んでる人とどっちが多いんやろ。いや、マダニは FTFS は血小板がバーン下がるから、うん、ま、うーん、やばいと思いますけど、あの市販病みたいになると思いますからね、うん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 、ただ明確にその診断がつくかどうかっていうのは結構怪しいですよね。ああ、なるほどね、はい、ただ、うん、破傷風も診断根拠っていうのは臨床所見によってなされるものなので、うんうんうん、結構そのなデータで出たりとかっていうのはあんまないみたいなんで。ああ、なるほどね。そのエピソードがあって、うんうんうん、怪我したとか、なんか体の中に入ってくるような、うんうん、錆びた釘が刺さったとか、はい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 、そういうエピソードがあって身体所見があるんだったら、もう判断、診断されるみたいなあれなんで。なるほどね、はい、で恐ろしい病気なんですけれども破傷風って、うん、予防策があるんですね、はい、それは破傷風トキソイドというワクチンの一種を投与することです、うん、で野外活動される方は破傷風菌との接触リスクが高いと言えますので、その接種を推奨したいとするものです、うんうん、で、まあ、この破傷風トキソイドっていうのを、うん、見つけたのが北里先生なんですよ。うーん、血清療法やな、はい、血清ね、とか、はいはいはい、あとはペストの発見とか、うん、あとは破傷風菌の純粋培養に成功したりとか、うーん、まあ、そういうやべえ人なんですけど、まあ、逸話は多いですけどね、あの時代の人っていろいろやってますけど、うん、まあ余談ですけど、うん、僕が個人的に北里先生に対してすごいなって思うのは、うん、かっけって
ていうのがあったんですけど、あれって今ではそのビタミン B1 欠乏症によって発症するってことはもう科学的に証明されてるんですけど、あれですよね、船乗り病ですよね。船乗り病は解決病が多いですけどね。あか、別か、ビタミン C です。それはコラーゲン合成ができなくなって古傷が開くとかっていう、あの上級 の, 海, あの海に乗ってる人をはフルーツとか食ってたから大丈夫やったって。でも船乗りもなってます。めっちゃなってました昔。はい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 、あの脚けもなってますわ。あ、そうなんや。はい、ほうほうほう、あのどっちもなってます。あの海軍と陸軍で計画が全然違うんです、その話って。で、今なんで僕が解決病と言ったのかっていうと、海軍の方は早い段階で脚けなくなったからなんですよ、麦飯男爵のおかげで。はい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 、彼の功績がでかかった。で、あの人は脚気の話を言うと、ウイルス説と栄養説っていうのが2種類あったんですよ。うんうんうん、あ、高木兼弘先生は、麦飯食ったら治るって言ったんですよ。ウイルスじゃないって、で、血が間違ってたら俺はこの船の上で腹切るまで言ったらしいですわ。ちょっとごめんなさい、はい、うる覚えなんで、台本ないところなんでちょっと堪忍してほしいんですけど、で、結局かけの原因はビタミン B1 欠乏症やってことが後に分かるんですけど、ドイツ医学の方ではウイルス説っていうのが根強かったんですよ。で、時の、北里先生の上司にあたる人が、ウイルス説をずっと言っとった人なんですよ。で、北里先生は違うって言ったんですよ、それを。自分の上司ですよ、あの時代の、にそれを、いや、それはあれは違う言うて、言うたもんだから、もうあいつは恩知らずやみたいになって、相当叩かれたみたいですけど、それでも曲げなかったらしいです。なんで、まあ、いろいろその自分のキャリアを投げ打ってまで自分は間違ってると言い続けるぞ言うて、触れなかったところにはもうその近代医学の父たるその千円札にもう描かれるだけの功績を残された偉人であると。男爵か、爵位は男爵かなんか、最後はもうお持ちになられたみたいですけど、勇気、今の現代日本において必要なことやとは思いますわ。これはちょっとだいぶおっさん臭いですね、話は。はい、でもそういうのがさ、その扱われたテーマの物語、要はドラマとかってやっぱ現代日本においても多いじゃないですか。はい、その医療関係で反旗翻すって言ったら白い巨塔とかがまさにそうですけど、反旗翻すあれは思うことはいっぱいありますけどね。ああ、そうっすか。はい、反旗いや、財前教授みたいな先生は多いですよ。でも、まあ、でも多そうですよね。でも財前教授じゃないとできないことってやっぱあるんですよ。ああ、例えば術中にあれは消化器科の領域の話ですけどね、はあ、胃の操作をしてると、胃の周りの操作してるときに大動脈を損傷させて、プシャーって出血したときにうわーってなるわけですよ。ぜひそのシーンだけでも、ほら、唐沢さんがやった財前教授が僕はすごい大好きなんですけど、あの時プシャーってなってる時、うわーってなってる時に落ち着け言うて、患者は死ぬかもしれへんけどお前は死ねへん、落ち着くんだ言うて、ああ財前教授と思った、はい、確かに いろいろやったけど、目的を達成するために手段を選ばなかったところはあるけど、でもそういうもんじゃないみたいな。ああ、なるほどね。はい、すいませんね、なんかファイティングポーズ取っていって。いや、いいっすよ、いいっすよ。はい、白い巨塔は、はい、まあこんなん言うてるけど俺白い巨塔見てない。何言ってんすか。はあ、僕のパンチを返せ。申し訳ないっつって言ってんのに。いや、残像だって。マジか。見てない。あ、見てないんですか。俺だって流行りのドラマ何一つ見てないよ。家政婦も見たも見てないし、倍返しだも見てないし。ああ、そうですか。俺最後に見たドラマ多分池袋ウエストゲートパークとか、ほんまそれぐらい。あ、ほんまですか。うん。医療ドラマやったら僕はブラックペアンがすごい好きでした。ブラックペアン見てないか。ああ、オーケーです。あれは僕はうーんってなりました。へえ。うーんってなったというか、二宮さんがすごい良かった。嵐の。へえ。はい、ドルフのブートキャンプで、まずなんで
破傷風についてお話ししようと思ったかっていうその経緯についてお話しますと、うん、それはある日のことだったんですけど、仕事でワクチンのことを調べることがあったんですよ僕、うん、で1967年以前にお生まれになった方は破傷風のワクチンにあたる破傷風トキソイドの接種歴がない世代になるっていうことを知ったんですね。だいたい50歳中頃ぐらいの人かな、うんうん、以前の人って破傷風トキソイドの接種歴がない世代になるんですよ、うん、でそういえばドルフのブートキャンプのご視聴者の方も50代の人って結構多い、うん、多いですね、はいはい、というところで僕の脳裏に強力なインパルスが流れたんですよ、バーンって、うん、なんかこうビーンっつってなったんですけど、感染症かと、そういや COVID-19 ももうすぐ5類に移行するのかと、5類といえば破傷風だなと、破傷風トキソイドはワクチンや、ワクチンってドイツ語やな、5類、50、ちょっと待って、ちょっと待って、50、ワクチーンっつって、え、ほんなら、50歳以下はどうなるの、はい、あー、全員打ってます。あ、打ってるんや、もう。もう打ってるんですよ、ドルフ氏も。ほう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 。え、これ後で喋ること？喋る？ああ、ごめんなさい。はい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 、はい、すいません。いいっすよ。うん、お口ジャック、お口ジャック。いや、あのそのハングリーな僕好きなんで。ああ、そうすか。あの決してそのなんか、はい、あのごめんみたいに並んでですよ。なってないよ。はい。表面上そう言ってるだけで。そうすか。血清療法を開発した近代日本医学の父である北里柴三郎先生が、はいはいはい、新しい千円札に描かれということをこうアナウンスされた中、ちょうどいいかなと思ってお話しさせていただきます、うんうん、残念ながら破傷風菌に感染したらどんな症状が出るかといいますと、はいはい、初期は口が開けにくくなる、物が飲み込みにくくなる、うん、首が突っ張ったりし動きにかしにくくなったりとかっていうような初期症状が出現します、うん、でその後適切な治療を受けられないまま経過していきますと、うん、全身性の痙攣をきたすようになります。もっとこうビーンってなります。ビーンって、うんうんうん、であと顔がその破傷風用顔貌って言って引きつり笑いみたいになってきます。なんかすごい不自然な笑いみたいな、それ筋肉が引っ張ってるかなあるんですけど、でそこまで進行するとほんまにマジでやばくって、すごい真っ暗な静かな集中治療室の中で過酷な闘病が待ってますわ。気管内挿管もされるでしょうしね、進行してたら。こう恐ろしいのは、うん、まあ、これがそのなんかヒポクラテスの時代から、うん、言われ、古代ギリシャ的な、あ、そうそうそう、ヒポクラテスの時代からなんか恐れられた要因なんですけど、障害されるのが筋肉だけなんですよ。意識があるんですよ。なんで、まあ、当然それは現代日本におけるその、集中治療の現場においてはもちろんちゃんと苦しくないようにしますよ、もちろん。だけど昔はそんなないから、まあ、すごい恐れられたんですよ。なんか絵画とかにも残ってます、恐ろしい絵が。はい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 。ビーンってなるんです、ビーンって。であんまりビーンってなるから背骨折れたりするんですよ。それぐらいになったらすごい強い力でビーンってなるんですよ。ドルフのブートキャンプ、では、うん、その破傷風菌に感染して、うん、破傷風を発症しないようにするためにはどうすればいいのかっていうのは、それは非常にシンプルなんですね、はい、北里先生が発見した抗毒素を摂取しておけば、うん、破傷風に感染しても憎い安畜症がですね、毒素を出してきても耐えられるようになります。叩けはい、はい、でも明日のショー僕見てないですよ。そんな人日本人におんの？真っ白に蒸し付けてしまった人なんやくらいしか。パンチドランカー怖いって思ったぐらいで。あなたなんか最近格闘技好きやん。はい、格闘技でも僕昔から好きですよ。そのイメージなかったけど、それやったら明日のショーは見ましょうよ申し訳で、破傷風トキソイドの投与って、はい、副反応大丈夫なんちゃうっていう風なワクチンなんで、うん、思われると思うんですけど、うん、1960年以降に生まれた方は全員接種しているっていうのが一定の答えになるかと思います。はい、ドルフ氏も売ってるんですよ、三種混合とかで。あー、なるほどね。あのスラ君ももう売ってるでしょ。売った売った。3種か4種か、うん、5種か6種か7種か8種かあれですけども、うん、あん中に入ってるんですよ、破傷風トキソイド。で僕は2019年にブースター接種しました。ああ、
で1回打ったら10年ぐらい効果が持つので、うんうん、で、ほな俺はもう切れてるってこと？うん、弱いでしょうね。ああ、なるほどね。そうそうそう。そうなんですよね。でも1回は打ってるから。うん。まあその50歳以上の人らはぜひ打ってほしいなと思いますけどね。はい、で、あのちゃんとできるまで3回ぐらい打たなあかんすよ、確か。うんうん。で、まあ僕ブースター接種しましたけど、うん、定期的に続けていくつもりです。あ、そうか。でもあれやんな、予防接種も子供のんって1回目とか2回目とかでなんか同じの2回打たなあかんとかあるもんな、あれ確か。あ、そう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 、うんうんうん、そういう感じなんか。そういう感じなんですね。で、僕どこで打ったかっていうと、うん、予防接種を専門でやってる診療所で打ってもらいました。で、トラベルクリニックって検索してもらうと、あ、渡航前の、あ、そう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 、マラリアの対策とかやってくれるんだ。そう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 、そうそうそう、あのトラベルクリニックってググったら、うん、バーって出てきますわ、接種してくれるところ。なるほど。ですぐ接種してくれるところ見つかるので、うん、で、まあ行ってプスッと行ってもらうと、うん、なるほど。で、場所にもよるかもしれないですけど、トラベルクリニックとかって結構土日も結構普通に通常診療やってること多いんで。ああ、なるほどね。だ、海外に行くからいう人らのあれなんで、うん、まあそうでなくても基本的に救急やってる病院やったら間違いなく歯時あるんで、破傷風土基礎であるんで、うんうんうん、まあそこで相談してもらってもいいかもしれないですけど、値段はその自由診療なんで、はいはいはい、自費なんで、結構バチバチやから、はいはいはい、値段で比べてもらうのもいいかもしれないです。なるほどね、はい、まあ、聞いたら答えてくれるっすけどね。いくらー言うて、なんぼやー言うて、何回も打たなあかんでなったらね、うん、そうやね、安くはないんで、うん、で、How much? Pardon?ハードンって結構あれっすよ。あかんらしいね。Sorry? って言った方がいいかもしれないです、うんうん、ハードンって言ったら、はい、何やとこらーみたいな意味になるらしいよな。まあ、相手にもよるでしょうけどね。あ、まあ、言ってくる人もおるんちゃいますか。あごめんってなりますけどね。なあ、まあ、謝ったら謝ったでいろいろなりそうですけど。そうやな、謝ったらあかん国やからめんどくさいよな。それはもう態度で表すしかないです。はい。こっちアジア人が何かやってるぞこうやってっつってで、I'm カンフーファイターって、そうそう、少林テンポやりにくいわすいません、はい、で、大枠の話は以上なんですけど、最後に僕のメッセージからメッセージをお伝えしようと思います、はい、もしも野外活動終わってから、うん、数日経過してちょっとおかしいなと、口開けにくいなと、うん、物飲み込みにくいなとか、うんうん、そういう自覚症状がありましたらぜひ医療機関を受診してください、うん、空振りでもいいじゃないですか。まあ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 ね、大丈夫だよ言われたら、うん、あざすっつってそれでいいじゃないですか。中にはあかんってなるかもしれんので、うん、早く治療を開始しないといけないと。なるほどね、はい、でペンシルベニア大学小児科名誉教授であり、うん、あるスタンレーポロトキン氏の言葉を借りれば、清潔で安全な水は例外として人類の繁栄と死亡の減少に貢献したのは抗菌薬よりもワクチンです。破傷風トキソイドの投与についてご検討ください。まあ、どっかのメーカーのオーナーはジャルジャーに汚染された水飲んでも平気らしいけどな卵ゲップ症でしょ相当ですけどね。あ、終わった。